ヨシア二24章。ヨシアは、イスラエルの全部族を、シェケムに集め、イスラエルの長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、ヨシアは民全体に言った。イスラエルの神、主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父であり。 ナホルの父であるテラは昔、ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。私はあなた方の父祖アブラハムを、あの大河の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、子孫を増し、イサクを与えた。そして、私はイサクに、ヤコブとエサウを与え、エサウには、セイルの産地を与えて、それを所有させた。一方、 ヤコブと彼の子たちはエジプトに下った。私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がそのただ中で行った通りである。その後、私はあなた方を導き出した。私はあなた方の父祖たちをエジプトから導き出した。あなた方が海まで来たとき、エジプト人は戦車と騎兵であなた方の父祖たちを 足の海まで追い詰めた。彼らは主に叫び求め、主はあなた方とエジプト人の間に暗闇を置き、海に彼らを襲わせ、彼らを覆わせた。あなた方の目は私がエジプトで行ったことを見た。そしてあなた方は長い間荒野に住んだ。私はヨルダンの川向こうに住んでいたアモリ人の地に、 あなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方は彼らの地を占領した。私はあなた方の前から彼らを一掃した。モアブの王、チポルの子バラクは、立ってイスラエルと戦い、あなた方を呪うために、人を使わして、ベオルの子バラムを呼び寄せた。しかし、 私はバラムに耳を傾けようとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、こうして私はあなた方をバラクの手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡りエリコに来た。エリコの住民やアモリ人、ペリジ人、カナン人、ヒッタイト人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人はあなた方と戦った。しかし、 私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方の前にスズメバチを送ったので、スズメバチがアモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、あなた方の弓にもよらなかった。私はあなたが老したのではない地と、あなた方が建てたのではない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、 自分で植えたのではない、ドウ畑とオリーブ畑から食べている。今、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちが、あの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいた、あなた方の先祖が仕えた神々でも、 今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でもあなた方が使えようと思うものを今日選ぶが良い。ただし私と私の家は主に使える。民は答えた。私たちが主を捨てて他の神々に使えるなど絶対にありえないことです。私たちの神、主は私たちと私たちの先祖たちを エジプトの地、奴隷の家から導き上られた方。そして、私たちの目の前で、あの数々の大きな印を行い、私たちが進んだすべての道で、また私たちが通った、あらゆる民の中で、私たちを守ってくださった方だからです。主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を、私たちの前から追い払われました。私たちも、 また主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。ヨシアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできない。主は聖なる神、妬みの神であり、あなた方の背きや罪を許さないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも、 主は翻って、あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの承認は、あなた方自身です。彼らは、私たちが承認です、と言った。 今、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアはその日、民と契約を結び、セケムで彼らのために、掟きと定めを置いた。ヨシュアはこれらの言葉を、 神の見教えの書に記し、大きな石を取り、主の聖女にある歌詞の木の下に建てた。ヨシアは民全体に言った。見よ、この石は私たちに対して証となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、これはあなた方に対して証となる。 ヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。これらのことの後、主の下辺、ヌンノコヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をガーシュ山の北エフライムの山地にある彼の相続地の領域にあるテムナテセラフに葬った。ヨシアがいた間、また主がイスラエルのために行われた、 すべての技を経験して、ヨシュアより長生きした長老たちがいた間、イスラエルは主に仕えた。イスラエルの子らがエジプトから携え登ったヨセフの遺骸は、シェケムの地、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父、ハモルの子たちから買い取った野の一角に葬った。そこはヨセフ族の相続地となっていた。 アアロンの子エルアザルザは死んだ。彼は自分の子ピネハスに与えられたエフライムの産地にあるギブアに葬られた。